クルソン峡は宮崎県海老野市を流れる川内川上流部にある約1 0キロメートルの峡谷。クルソン峡と表示することが多い。その源流は熊本県の白髪岳にある。基板岩の四万塗装を侵食し、断崖は1 0 0メートル以上。岩峰や巨石が所々に見られ、溶血業海岸が分布する。原生林で覆われ、山芽やオオサンショ山ウオウなどの動物が生息する。 キャンプ場の施設もあり、バイクでツーリングする姿も見られる。谷の奥には英才が、熊の三所権源を勘定して建立した、日本で2番目に古い禅寺、早間寺跡もある。地元では親しみを込めて、オクロソ村とも呼ぶ。過去7フの一人、交流孫が生まれたとされる場所。1300年前から修行者の姿があったと、伝えられる。 石外はここには八大竜王の中の二竜王、剣岩とシャカラが住んでいた。ある日のこと、剣岩尾竜王は、恒竜孫仏に願って高さ十五キロ、周囲二メートルほどある石外場を山中に建てた。大変喜んだシャカラ竜王は、観音菩薩にお願いして、高さも周りも同じの石外場を建てた。恒流孫楠が建てた石外場には、大般若経が書かれ、 観音菩薩が建てた方は観音石と呼ばれて、ほっけ行が書かれていた。ところがある時巡礼が来て、何か悪口を言ったのかシャカラが起こり、観音石は三つに折れて飛んだ。その一つが芋場畑に落下したので、それを祝ったのが立石権現とされる。交流孫はわずいぶん昔から有名だったと見え、神武天皇も見物に行かれた。その時、しばしこそ、 葉山茂さん茂けれども、神みの奥に道あるものをという和歌をお読みになられたという。研究二年、臨在宗の海祖と仰がれる、英才禅師が、巨安懐明より、臨在宗横領派の司法の因果を受けて、名よりの号を授かった。同年、中国から帰朝して、長崎の平戸に着いたが、禅師がまだ中国の洋山にいた頃、 日本に帰ったら、いいのの犬とめ孫岩にお参りせよという観論様のお告げがあったので、記帳すると早速お参りされた。英才禅師は、北九州に滞在中、犬とめ孫岩のある海老の死体が平らに、クルソンゴン玄社と天狗の宮を建立された。このクルソンゴン玄社は日本で2番目に古い禅寺とされる。英才禅寺が初めて、犬とめ孫岩を参拝に訪れた時、 クルソンゴンゲン社の南方にある岩穴で、サヌキのコンピラさんの化身と会われた。それを記念し、天狗の宮を建立された。天狗の宮は、天狗がそこに住んでいると考えられていたため、女人禁制で、男子でも午後4時以降の参拝は禁ぜられていた。犬止め孫神社は、英才禅寺亡き後、久しく荒廃していたが、欧英二十年に、御子と海人が新言衆に改めて、 クルソン山多宝院、葉山寺を起こした。葉山寺のご神体は、阿弥陀、薬師、観音の三尊で、栄才禅寺が、熊野権限を勘定されたものと言われている。なお、葉山義命はこれらの化身と考えられていたため、仏像をご神体にしても何ら不信を抱かれなかった。栄西禅寺が解散し、御子会が二世、三世が平院、四世、高位、五世、海あり、 六世位、勢い界、七世位、鎮界、八世位、森行きと伝えられる。いつの頃からか山上にある、葉山寺には、寺番を置いて、杉水流佐山に里坊と釈迦堂を建てざすが、移り住んだ。里坊とは、山寺の僧などが人里に構える僧坊のことで、今も里坊跡後から南に200メートルほどのところに、ある同時の住職軍墓地には九世、 より森り以下の母碑が並んでいる。幕末の頃、いいの村は、島津領内にあった。その頃、思想的には、平田厚種の浸透思想が盛んとなり、政治的には、王政復古の帯同が激しくなった。そのため、島津藩は無茶な廃物希釈に突き進むことになり、明治元年3月17日付で政府の人儀事務局から、創業の別当や、 写像の原造霊が発せられ、犬と目孫本源者は、阿弥陀、薬師、観音を、心境に変えた。同時に、ワニ口、盆昇その他の仏具を取り除くよう指令され、早間寺に数百年も吊るされていた、干渉四年のワニ口も、廃棄のやむなきに至った。その後も、廃仏希釈の弾圧が続き、明治三年には、早間寺、里坊とも廃寺となった。明治八年、 クルソンザンタホーイン早間寺は、羽根山石神社に改名され、現在も山中の神社として慕われている。ありがとうございます。